ヒドリガモは、カモモクカモカマガモ属に分類される鳥類の一種。オナガガモ、マガモ、コガモなどと並んで、日本で最も普通に見られる、カモ類である。淡水型カモの一種で、他の淡水型カモよりも海上に出る傾向がある。ユーラシア大陸の北部の艦隊地域やアイスランドで、繁殖し、冬季は、ヨーロッパ、アフリカ北部、インド北部、中国南部、 朝鮮半島、日本などに渡り越冬する。日本では冬鳥として全国にライする。北海道では厳冬期には少なく、春と秋によく見られる。全長は、オスが約53センチメートル、メスが約43センチメートル、翼海鳥は68から84センチメートル。オスの成長は、額から頭頂がクリーム色で、顔から 首が茶褐色、胸は薄い茶色である。体の上面は灰色で黒い細かいブチが蜜にある。下尾ずは黒い。メスは全体に褐色、他のカモ類と比較して赤褐色味が強く、腹は白い。オスのエクリプスはメスと似ているが、ウフクワが白く全体に赤みが強い。くちばしはやや短めで、死ゆとも青灰色で先端が黒い。 体の仮面は白い。自列風切り派には白黒緑の模様がある。足は開国色。頭部の形状はアメリカ日取りと同様に他のカモ類と異なり台形に近い形状であることが特徴。越冬時は故障、池、河川、川口、海岸、干潟などに生息する。数百羽の群れになることもある。繁殖期はツンドラ地帯や 新葉樹林にある湿地などに生息する。植生は植物食であるが、水生昆虫や軟体動物を食べることもある。潜水して捕食はせず、水面に浮かぶ植物の葉、茎、根、種子等を採食する。また、岸や中州に上がって陸上の植物も食べる。海藻、海藻も好んで食べるので、他の炭水高もる類と比べると、 海岸付近で観察されることも多い。昼間は群れで故障の中央や陸地に上がって休息し、夕方から明け方にかけて水田や河川などの餌場に向かい採事することが多い。海岸近くで生活する個体は夜会場で海上で海藻類を採食する。繁殖形態は卵生。水辺の草地などに映像し、一腹7から11個の卵を産む。 放乱日数は23から25日である。オスは口笛のようなピュー、ピューという特徴ある甲高い声でよく鳴き、メスは他のカモ同様低い声でガー、ガーと鳴く。ヒドリガモのオスの頭部は茶褐色で和名はこの灰色を黄色に例えたことに由来する。学名の俗名はカモルを意味し、首相名は人名に由来する。和名は 頭部の灰色を黄色に例えたことに由来する。貴重と呼ばれ、その後、ひどりがもとなった。異名として、赤と、沖縄鳥、赤菓子、祖祖がも、苗作、ひとり、赤などがある。主に北、アメリカに生息する禁煙種のアメリカひどりとは、繁殖地が近接しているので、ひどりがもとアメリカひどりの交雑個体が観察されることがある。稀な冬鳥として、 ヒドリガモの群れに混じって日本に飛来することがある。アメリカヒドリのメスの頭部は白っぽいが、ヒドリガモのメスは褐色。鳥類標識調査のために、ヒドリガモに取り付けられた足箱体数は減少傾向にあり、国際自然保護連合により2012年からレッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本では全国の多数の調査地点で、 個体数の調査が実施されている。平石越冬する個体数は1996年から2009年までの間でほぼ安定傾向にあり、17都道府県で減少傾向、11県で増加傾向であった。環境省や都道府県によりレッドリストの指定を受けていない。1979年に多摩動物公園が 日本国内での初めての人工繁殖に成功し、また1998年朝日山動物園が日本国内での初めて繁殖に成功し、それぞれ繁殖賞を受賞した。日本では、鳥獣の保護及び管理並びに、狩猟の適正化に関する法律により、狩猟鳥として狩猟鳥獣対象の一種に指定されている。肉が食用に、 賞味されるが臭みがあるのであまり好まれない。またマガモなどと比較して、小さく得られる肉量が少ないことも手伝って狩猟をされる、機会は少ない。養殖場の海苔や栽培している大麦を食害することがあるため、害鳥として嫌われることがある。ありがとうございます。